ちょっとじゃあツイッターしましょうね、今ね。いやー、やだ、みねさん一言目ワーンから始まるっていう。あ、はいはい、はい、では始めます。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト、 KY デンジャラスのコウタと長地でお送りしております。はい、ちょっとノイズが聞こえますけど、これはあ、俺のヘッドホンだけおかしい。あ、なるほど。あ、そうなんですね、ちょっとヘッドホンがおかしい。あ、ヘッドホンだけがおかしいってことはみんな大丈夫ってことです。あ、なるほど。はい、ということで、はい、はい、始まりました。始まりましたね。はい、なんか変なあだないね、これ。どうしようよ。まあ、知らない方ももしかしたらいるかもしれないんで、はいはい、まあ、一旦じゃあコメントから読んでいきましょうか。はいはい、ユミさんからご無沙汰しです。はい、ありがとうございます。ベーターさんからワンワンワンとワン犬好きなのかな、はい、アイコンも犬だから。はい、モンチッチさんからこんばんちゃ。あ、ありがとうございます、モンチッチさん。そして本日はですね、はい、コウタくんからコメント来てますこんばんはと。そして外にいますコウタくんがコウタくんありがとう。いや、分からん人からしたら紛らわしいから、俺かな思うから。あ、そうかそうか、うん、あのね、うん、あのコウタくんっていう、まあね、お笑い、沖縄のお笑いの、うん、芸人が大好きな ねファンの大ファンの方がいるんですよ、ね、大ファンの方が。で、わざわざ今回僕たちの話を聞いてね、はい、また、見に来てくれてるんですよ。駆けつけてくれましたよ、見学ね。わざわざ。いや、嬉しいですよ。ギノワンですよ、ここ。うん、嬉しいですけど、普天間の近くですよ。嬉しいんですけど、うん、コウタさんは、はい、浦添に住んでますと。そうで、ここのスタジオはギノワンですと、うん、僕たちの放送は11時から12時です、うん、足がないんですよね、コウタくん。バスで来ましたね。ここバスでわざわざ来てくれたんですよ。帰りのバスがありません。ありませんよ。で、今日は中地が送ります。僕がこの前俺が送ったからね、まあ、俺っていうか俺、ね、うわって言ったらあれですけど、うん、あ、めっちゃブンブン。いや、だからちょっと楽しみにしないでくださいこれ。中地のバイクの後ろを楽しみにしないでくださいよ。いや、中地はいいよ。中地は今ね、うん、実家に住んでるから、石峰だからね、あの、あ、まあ、帰り際首里だから、あ、通り道、そう、通り道だから浦添いいんだけど、うん、はいはいはい。俺たちね、俺とデコボコの両党とかは宜野湾に今住んでるのに。そうだね、すぐそこだからね、一旦浦添行ってまた宜野湾戻ってくる。謎の往復。なるほど。いや、でもね、嬉しいっすよ、でも見学ね。あ、でも見学来てるんだけど、画面の中の俺たち見てるやつ。そうだよね。ツイキャスの俺たち見てるから、結果家と変わらないみたいな。まあ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 、コメント読んでいきましょうか。はい、レノンさんから来てます。あ、レノンちゃんありがとう、本当にね。レノンちゃん、レノンちゃん本当に嬉しい。俺レノンちゃん思い出したのが、俺高校3年生の時か、2年前か、もう3年前なのかな、もう。あれ、単独ライブに来てくれた時に、あの時俺チケットを手渡しに行ったわけ。あー、覚えてる、覚えてますよ、覚えてる。お前言ってんわ、お前言ってんわ。これやばい、これ、やばいやばい、怖い怖い、やばい、バレた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 、俺しか言ってない、あの時は。やばい。でもね、あれからもう2年経ってるから、今まだ応援してくれてるっていうね。いや、大体ファンっていうのはね、大体半年周期なんですよ。周期あるね、やっぱね。やっぱつかめないっていう、俺らが悪いっていうのもあるんですけど。そうそうそう、だから俺らが高校生の頃に大好きって言ったね、だから中学生のファンは。この前、だから中地になって、誰ですかって言われてる。誰ですかって言われましたね、本当に。そうなんです、だからそんなもんなんですよね。まあ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 。うん、まあまあ。レノンちゃん、ありがたいですね、はい、久しぶりに来ていただいて。ありがとうございます、本当にね。モンチッチさんから、はい、今月で解散するんでしょう、寂しすぎるさと言ってます。そうですね、まあ、また後ほど、ね、後ほどちょっと話しましょうか。モンチッチさんからまた続きまして、今月の沖縄市でのライブ楽しみにしてくるさ、はい、でも寂しいさ。ありがとうございます。なちみんさん、予約して、ね、くれてんだよね。お、中地くん優しいって。送ろうじゃ。送るよ、もうコウタくん。ね、お家まで。
一緒にバイクだよ俺バイクでちっちゃいバイクヘルメットあるじゃないよ、うん、あ、コウタくんがヘルメット持ってないんでしょ。大丈夫です僕持ってます。はい、ありがとうございます、もうね同じ名前だからね。何もうコウタヘルメットしかいないな。ラジオに来て、俺が言うのもあれだけど、ラジオに来てさ、うん、パーソナリティの人とバイク二ケツで帰る。何なんだ。それはおもろすぎるやつ。レノンちゃん、まだ18期のライブのフライヤー持ってます。ああ、僕たちのね、高校3年生卒業したと同時にやった、ね、第1回目の単独ライブのフライヤー、俺も持ってる。な気持ち悪い。いやいや、持つだろ。思い出だろ。よかったよね、フライヤー、あのデザイン。うん、まあ、わからない人はちょっとね。俺、初体験の時の使ったコンドームまだ持ってる。汚っ。すごいですよ。あ、これちょっとあれだね。気持ち悪い。笑いより気持ち悪さ勝つやろ、うん、これ。やばっ。はい、ごめん、嘘、はいはい、ちゃんとゴムつけたんだ。はい、はい、どういうことよ。ということで、ヨネミネさん、ということで、ありがとうございます、はい、うん、ずっと泣いてるよ、ヨネミネさん。モンチッチさん、ガソリン代くらいはもらわないとだね。うん、まあでも来てくれてるからありがたいからね、うん、初乗り2000円で、まあ、高いな、おい。どこの国やねん、これ。アスカちゃんから、3月31日のライブ、沖縄に行きたいのは山々なんですけども、もうセカンドのセコンドのライブが決まってまして、まあまあまあ、でも YouTube でまあダイジェストとか、うん、なんだろ、配信もやりたいね。配信、あ、そうだね、配信やりたいね、うん、てかみんなマジ来てください、本当に。あ、あのキャパ1000人あなんでね、はい、うん、まあでもぶっちゃけ、まあ、まだまだ、そうそう、一応200枚売れたんで今も、うん、1日2日で、はい、結構すごいっすね。けどぶっちゃけ今大失速してるんでね、うん、大失速してるんで、ぜひ予約ができますので、はい、まあコウタの Twitter のアカウントとか、僕もツイッターのアカウントとか、名前と枚数、はい、例えば中地だったら中地雄一郎、うん、10枚ですみたいな、うん、10枚多いね、でも2枚で3枚で、うん、1枚でもいいし、うん、名前と枚数いただけたら、うん、事務所にも結構予約の問い合わせ来てるみたい。嘘つくな。そう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 、嘘つくな。お、マジマジマジ、どんぐらい。あ、わかんない、聞いてないけど、聞いてないけど、ちょくちょく来てるよって今日、マネージャーから。ちょっとそれ嬉しいの。俺マネージャーに言ってなかったさ、ライブの問い合わせ。誰や、申し訳ない。そうそうそう、だからすいません、控えておいてくださいって言って、一応ちょくちょく来てるみたい。あ、嬉しい、やっぱり。あのね、あのすごい、あ、そうそう、でもちょっと腹立つのが、うん、ちょっと中地に言ったけど、はいはいはい、あ、DM でね、皆さん送ってくるんですよ、うん、え、嬉しいっすよ、なんかこう悲しいですみたいな、うん、DM で送って嬉しいんすけど、はいはい、ね、最近来た中、高校生ぐらいからかな、うん、JK ぐらいからは、うん、KY さん、なんか、なんてめちゃくちゃ悲しいです解散みたいな。あ、まあまあ、実は私今高校3年生なんですけど、うん、中学生の頃から応援してました。ほう、わ、じゃあ3年間応援してくれてるんだ、うん、相当やん3年って、うん、あ、すごいファンだなと思って、はいはいはい、ありがとうって言おうと思って、うん、パッてプロフィール押したら、うん、俺フォローされてんかった。待って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 、絶対ファンじゃないやん、嘘やん。はい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 、ね、あー、でも、あー、いるね、思わん、これね、いっぱいいるんですよ。まあ嬉しいんですけどね。10人ぐらいのグループで DM していただけるのは、自分がフォローされてんかったら、ああ、どこで急にフォローしてるのかなとか思うさ、別に。ああ、自分のファンじゃないだっけな。ああ、 KY デンジャラス2人の中で、ああ、俺フォローしてないさ。で、多分俺してなかったら中地もしてないでしょ。多分してないでしょうね。どんなファンやねん。ああ、3年間好きなのに Twitter フォローしてないってどんなファンやねん。ね、おかしいおかしい。あ、ということで、じゃあ改めて、はい、ちょっと発表しましょうか。はい、高まんまさんからも来てますね。こんばんは、解散しちゃうなんて寂しいです。解散、しかも俺今解散言おうとしたのに、お前、うん、まあまあ一旦そうですね、はい、ということで、まあまあまあ、みんな、うん、ラジオに来ていただいてる方は、まあ、知ってると思うんですけど、ね、なんとですね、はい、まあ、悲しいお知らせなのか何なのかちょっとよくわからないんですけども、ね、はい、今月3月いっぱいをもちまして、はい、KY デンジャラスは活動を解散、活動を解散、おかしいおかしいおかしい、KY デンジャラスが、はいはい、解散することになりました、はい、拍手じゃねえだろ、拍手ではねえだろ。あ、だから俺らにとってはちょっと拍手のだから要素もあるよっていう、まあなんか前向きなんだよね、本当に、うん、そうなんですよ、別に後ろ向きな意味ではないんですよね、うん、まあ一応だから理由としてましては、うん、まあ、もちろん不仲説そうですね、だからラジオが終われば2人で殴り合いをする日々が、うん、2年ほど続きましてですね、泣かさよや、まあ、翌日ボロボロになりながら、うん、他の営業に回ったりですね。そんなのあった、はい、中地がボケたら僕は黙ったりとか、うん、そういうそういうちょっとね仲の悪い関係が続きまして、うん、まあ、ある日にはね、僕ラジオで靴を脱いだ時に、うん、中地がその靴を隠したりやることよ、中地のしょうもないな、中地のラジオのね引き出しがあるんですが、その引き出しの中に僕がね、ちょっとまあ犬のうんこを入れ
れたりなどそういうね喧嘩が、まあ、いじめみたいなことがお互い起きですね、うん、そうですね、そういうなんかそんなこと言ったら誤解するから、だから誤解するから、そういうラジオじゃない、だから誤解を解くために今日ラジオやってますから、うん、そうですかね、はい、でもね、おかしいのが昨日ね、ツイートしてね、うん、昨日2日前 ?1 日前かツイートして、うん、おととい600リツイート来たんですよね。そうだからちょっと嬉しい、やっぱね600リツイート来たんだよ、うん、みんな大ファンですって DM もめっちゃ来たんだよ、100以上、うん、すごいありがとうございます。そしてね解散の詳細はあんまり言ってないツイッターで、うん、そして今日ね解散のことをラジオで喋るよ、詳細話すよって言って、うん、今見てるの25人どういうことやねん、なんだばどっちだば、興味あるばないば、嬉しいけどね、あでも今俺ツイッターしてんかったからちょっと今ツイートした、あツイートしますか、ツイートし忘れてたけど、まあ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 、まあ、はい、コウタさんからもコメント来てますね、コウタくんと中地くんもビッグになってほしいな、思い通りの夢叶うといいなと、ありがとうございます、いやいつまでもありがとうございます。じゃあちょっとあと10分後くらいにちょっとあの解散の詳細を話しましょうか、はい、ちょっと今ね今読んだんで、はい、コメントはい、は後回しにします、ちょっともう解散のことに、いやまあまあ、いやいいですよ、大丈夫、与野峰さんから、はいはい、休止じゃなくて解散なんですか、大平スタイルみたいな感じ、いやもう完全に休止がちょっとね、ここで事務所とちょっとごたったのはあったんですけど、はい、休止っていうのはお互い前に行きませんから、はい、うん、解散です、そうなんですよ、だからぶっちゃけね、お、ま、みんなさんからしたら解散って言ったらやっぱちょっと、ま、あれだけど、まあね、うん、ぶっちゃけ俺たちって、うん、同じ高校ですし中学校もすぐ隣同士なんですよ、はい、で高校も同じだからあの共通の友達もいるんで、はい、ぶっちゃけのなんか高校の飲み会とかあったらほとんど2人一緒になるんで、はいはいはい、ぶっちゃけだから俺たち的には何も変わらないですね、一応は別に、うんだし、あ、そうそう、だからね、この系はデンジャラスとデンジャラスナイトもですね、まあ今月そうなんですよ、だからなるべくね毎週火曜日の夜11時はちょっと開けていただいて、はい、聞いていただけるたらありがたいですね、うん、シュプリームさん、安室ちゃんの引退より寂しいわ、そんなことはないです確実に確実にそんなことはないです、あとなんなら3月31日、うん、あのナインティナインのめちゃイケの最終回なんですよ全くこんな時間帯で、え、マジで正直言っていい、うん、俺らの単独漫才やらんで、ああ上映ナインティナインの生放送そのまま流して俺たちみんなで見ようぜなんだそれえ、だって俺たちって5年やん、たったの5年やん、まあまあそうですよ、ナインティナインのあれって2、3年分からんけど、ね、何十年でしょ、相当長くやってますから、あいやそうなんだ、3月31日で、あと10分今日までテストあったので睡眠時間削られそうで眠たいのが本音です、はい、すぐ言いますまあね、まあ言うとね、ああまあきっかけっていうか、うん、特にきっかけとかはないんですけど、うん、あきっかけあるか、まあ、前から一応決定はしていて、まあ、前から決定してて、まあ、あとは発表のタイミング、まあ、ぶっちゃけ誰にも言ってんかったですね、友達にも特に言ってなくて、友達にも言ってないですね、で理由が、うん、芸人っていうのあるからかな、なんか言いづらいんすよ、隠してる意味じゃなくて、うん、なんかこれを言うことによってなんか今その場所が変な、なんか暗い感じにならないかなって分かる、はい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 、例えば東の飲み会俺ら一緒になったんですけど、うん、何回でも言うチャンスあったんですけど、急に KY 解散しますって言ったらなんかみんなね、しらけるからね、みたいなるのが嫌で、まあ、これ芸人病かもしれないんですけど、だからちょっと言えなかったんですよ、そう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 、申し訳ないですね、はい、そうだ本当はラジオでも言いたかったんだけどね、うんうん、まあ、ぶっちゃけ大人の事情もあります、がっつり、はい、事務所関係でちょっとね、うん、本当に言ってはいけないような感じがありまして、うん、まあ、僕はちょこちょこ言ってたんですけどなんか匂わすような発言をしてたんですけどねまあだからまあ、まあそうですね、だから詳細で言うと、はい、まあスタートはまず高校3年生ぐらいに遡るんですけど、うん、まず2人の中でね、うん、高校卒業するときに、うん、まあ2人の中でもちろん、まあ、スターになりたいっていうのがありまして、うんうん、まあ高校3年生ぐらいからちょっと2人の中で、うん、そもそもね、うん、最終目標のイメージが、うん、ちょっとまあ違かったというかね、うんうん、そう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 、だから最初は僕は今お笑いやってるじゃないですか、うん、どっちかというと僕はスターになりたいっていうのがあって、うん、大前提にスターになるために、まあ、お笑いしてる、はいはいはい、で今漫才してるっていうのがあって、うん、で中地そうあった僕はそっちなんですよ、うんうん、で中地はもう普通に典型的なもうお笑い芸人なんですよ、漫才が大好きで、うん、コントが大好きでっていう中で2人そうあって、まあ、そこでちょっと違うんですよねまず、うん、あってでも高校卒業する時ぐらいにでもまあ2人の中でね、うん、ちょっとそこは意識合わせようってことになって、まあ、2人の中でだから、まあ、最終的にスターになるために、うん、そうそう、まあ、お笑い芸人っていうよりはまあなんかこう、まあ、エンターテイナーって言ったらちょっと格好つけてるけど、うん、本当にそうだよねだから、うんうんうん、なんかエンターテイメントとしてだから音楽も映像もお笑いも入れた中での
まあ、だからパフォーマンスというかね、うんうんうん、みたいな、かなんかね、ちょっとなんていうの、アバウトだっけ、なんて言えばいいの、まあまあ表現方法なのかな、表現方法が漫才、うん、コントではなくて、うん、まあちょっと今からね、なんて言えばいいかわからないんですけど、まあ大きい、もっと大きいエンターテインメントっていう枠で、うん、そうなんですよね。例えばまあちょっとまあ違う言い方する、例えばサーカスって合間合間にね、なんかピエロみたいなの出てくるんですか、あれもお笑いじゃないですか、うん、一応ね、うん、まあ、そういう形で、まあ、サーカスでやるとは言わないんですけど、うんうん、エンターテインメントとしてありまして、まあ僕たち2人の中でもうこうしようっていう具体的なのがあったんですよ、うん、あって、まあこのまあ19歳の1年ぐらいでね、うんうん、1年ぐらいで漫才コントをじゃあ一旦引いて、うん、2人でそっちのその最終目標、うん、エンターテインメントともっと大きい枠でお笑いを伝えるっていう目標に2人で行こうって話をしてたんですよ、してて、で2人でね、うん、なんかまあそれはここで発表したんですけど、デンジャラスナイトで、うんうん、お笑い劇場っていう僕たちの事務所の舞台がありました、うん、お笑いの、そこを一旦僕たち今回、今年抜けたんですよ、4月に、そう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 、1年前に一旦抜けたんですよ、うん、抜けてライブに出なくなって、漫才コントっていうのを一旦ね抑えて、はい、まあ、他の形でお笑い挑戦して、まあ、僕たちの中で具体的な目標があってね、うん、やってて、まあ、その向かってる中で劇場抜けた後に半年ぐらい漫才やらなかったんだよ ね、まあ、ちょっとした、うん、営業とか以外では、うんうんうん、ほとんど漫才やらない状況で、まあ、心境的には僕はなんて言うんだろう、全然僕はその目標、うん、具体的なね、そのエンターテインメントで終わる、まあ、順調だったよね、目標に向かってお金も貯めて、うん、バーって行ってたんですよ、うん、その中で中地にね、心境の変化が現れて、うんうん、でなんかちょっと休んでるうちに、うん、そうそうそう、ちょっとやっぱもうちょい漫才したいなみたいな、コントしたいなみたいなのが、うん、そうだから中地の中では、うん、やっぱり俺って、まあ、漫才、まあ、正直気づかされたみたいなもん、うん、まあそんなに、うん、だからこだわってはなかったんですけど、僕もそうそうそう、お笑いの表現としては、うん、でも一回離れて、離れた後に、うん、あ、もっとやりたいなみたいなのがあって、まあ、だから、うん、まあ、だから漫才が好きだなっていうのが気づいたっていうことなんですよ。そう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 、舞台がね、うん、好きだ、お笑いのステージが好きだっていうのは中地はこの半年で気づいたんですよ、うん、そうそうそう、で僕もぶっちゃけ、まあ、中地もそれ俺に言うし、二人の中でお互いなんとなくね気づいてたんだよね、そこはね、うん、そんな最終目標の二人の中で違いは気づいてたんだけど、もちろん俺も中地と、スターになりたいし、もちろん、ね、中地もね、うん、俺と一回解散しかけた時も、うん、やっぱ中地もいや俺はやっぱりこうやってやりたいって言って、二人でまた、うん、その同じ目標に向かって行ったりっていうの何回かあったんですよ、うんうんうん、あったんすけど、やっぱりちょっとどっかでやっぱ誤差が出てね、出てなんかもったいない気がうん来てて、うん、でまあ二人の中で話した結果、うん、まあ、もちろん俺もね中地を強引にね、うん、漫才とコントが好きな中地を強引に、うん、俺の目指してるとこに連れてくるのも嫌だし、うん、まあ逆もそうだね、逆もそうさ、中地もだから漫才とコントに、そう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 、俺を連れてくるっていうのも、うん、もったいないじゃないですか、そうだね、やりたいことをはっきりしてるのに、そう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 、あって、まあそんなだからずれてるのを理由に、うん、ちょっとなんかまあ、喧嘩というかね、うん、あったんだよね、うん、俺はだからこの目標のために2人でちょっとねバイトめっちゃ頑張って月10万ぐらい貯めようっていう話を2人でやって、でも中地からしたらそれって漫才コントではないじゃないですか、そうそうそう、僕がだから100頑張りたい時に中地は漫才コントがある分にちょっと未練がある分中地80ぐらいだったんですよ、頑張りがね、そんなもんさ、もちろんね漫才コントがやりたいから、でこの20の差でやっぱ2人の中でね、まあ喧嘩って大げさだけどね、もっと頑張ろうさ俺はあったし、中地はまあそのまあ、俺のこのあれについていけないですよね、もちろん気持ち的に違うから、うん、っていう二人の中でまあちょっと喧嘩みたいなのありまして、うん、まあ、ぶっちゃけ俺たちって普通にだからさっきも言ったけど友達もね、共通の友達も多いし、もう友達普通の友達がまあなんかカップルみたいになるんですけど、うん、ね、相方とコンビとしてそういうずれた状態で続けるよりは解散してお互いねそれぞれの道に進んで、うんうん、いや、ないやねん、お前。すごい暑いなと思って。俺も暑いけど、まあね、まあね。そうだから、お互い違う道に進んで、うん、お互いまあいい友達としてやっていくっていうのがいいなと思ったんですよ。そうそうそう。っていうことなんですけど、俺、でも本当に中地をなんか漫才コントしてほしい理由が、俺中地と、中地に漫才コントめっちゃしてほしいんですよ。その理由が、ね、俺、高校生の頃に俺が高一の子にお笑い誘ったんですよ、中地に。うんうんうん、僕、最初、バスケ部で、うん、バスケしてて。でまあもちろんねなんか
お笑いしたいなと思って、うん、まあ、スターになりたいその時から思って、はいはいはい、もう、ま、あの懐かしいな、バスケやめて、そうそうそう、高1の頃に中地を誘って漫才したんですよ、うん、その時あんまり中地ね、まあ、僕そんな乗り気じゃなかったんです よ、もう本当に学校の中でちょっとなんかちょろちょろっとなんか目立ちたいぐらいの感じだったんで、そうそう、うん、で、まあ、コウタに誘われてやってで、うん、でもずっと、まあ、学校の中ではね結構いろんなネタとかね、うん、回ってクラス回ったりとかして、そうそうそう、なんかワーワーキャーキャーされてね、後輩からも先輩からもいろいろ楽しくやってたんですけど、あ、ね、まあ、そっから徐々にねコウタがもう火つき始めて、そうそう、めっちゃ火ついて、まあ、事務所オーディションとか出たり、あとお笑いの大会とか出場したしていったりとか、だからこの学校以外のところで高校2年生の頃かな、高校2年生の頃はもういろんな大会とか出て、いろんなまあ営業とか、うん、まあ、なんかを事務所にも所属しましたし、だから学校以外のもう全くの他人、おじさん、おばさん、年齢層の高かったり、まあ低かったりとかもあるんですけど、いろんなところでやっ、まあ、笑い芸人を本気でやるっていうやつね、うん、やってたんですけど、ぶっちゃけ僕もうめっちゃ嫌だったんですよ、そうです、あんまりやりたくなかった、そうそうそう、もう学校でなんかちょろちょろってイエーイエーイエーイみたいな、だからもう高校生ノリでクラスの前で漫才するのがいいぐらい、うんうん、そうだからその時はそうだったんですよ、だから超イエイエだったんですよ、そうそうそう、だから大会も笑い高校総体とか高2の頃ね、高2の出てたんですけど、まあ負けたんですよ高校総体、そうそうそう、ベスト4でね、高2の頃、はいはい、はい、うん、あの何とも高3とは別なんですけど、何とも思わなかったです、うん、僕、そうそう、で僕だけ悔しくて、うん、でそういうだ僕からしたらその頃はそういう中地が許せなかったんですよ、うん、なんで なんでもっと本気でやらんばってのがあったんですよ、うん、でもその中地がその漫才コントに対しても興味ないし、うん、お笑いも別にね本気じゃなかった中地がぶっちゃけ相当ダメ人間だったよ、お前、相当だネタ合わせとかも本当したくないし、本当にダメ人間だったんですよ、うん、本当いやだって学校もそんなに来ないし、はいはいはい、授業もずっと寝て、寝て来ても朝の会で寝て、うん、帰りの会で起きるみたいな、ずっとクラスで一人ブーっていう感じだったし、でやばいな、かといって、じゃあ本当そうそう、かといって漫才のコントも全然本気でやらないんですよ、そうで俺何回行けってのお前な、で、うん、中学校の頃に野球部もやめてるさ、そうそうそう、中だから、うん、お前は何かを一生懸命やらんばみたいな、なお前は別に、うん、いいよ別に俺は生きてるな、うん、みたいな、うん、感じだったから、本当に俺分かるんですけど、あの頃の中地が言うんですけど、あの子の中地ってマジで何も頑張れない人だったんですよ。いや本当そうさ、一応正直、まあ、それは、うん、何も頑張れない人で、でそれを思い出したんですよ、この半年ぐらい前に、はいはいはい、それを思い出した時にで、いつの間にかこの KY デンジャラスを、まあ最初はいやだったかもしれないけど、うん、その KY デンジャラスを始めて3年経った中地が、うん、まあ3年かもっとか5年経った中地が、うん、ふと気づいたらいつの間にか本気でお笑いしてるやんと思って、いやマジでそうなんですよ、なんだろう、そう、なんでだろう、あの何も頑張れなかった中地が無理やりって言ったらあれですけど、うん、まあ、いや無理やりも最初はそうさ、無理やりを僕らさせて、無理やりでやらされて、そう、あの中地がお笑いとか僕何も興味なくて、うん、で好きな芸人さんとかも当時高校1年生の時全くいなくて、ね、いないし、うん、見てなかったんですけど、もうずっといやいやね、コウタに振り回されて、そうそうそう、いろんな大会とか、え、で中地来いみたいな感じで、わけのわからんところで、ね、いつからだろう、だから高3だと思う、高3からかな、ね、高3のまあ我高校総体負けた後ぐらい、準優勝したぐらいから中地は火ついて、でそっからもうね、この中地はこの情熱があって、お笑いのだってか、だからネタ合わせもあの頃5年前は俺が無理やり中地やってはだるって感じでネタ合わせしたのが、今は中地からもちろんね、こうだネタをしないとやばいんじゃんっていうのもあるし、中地からどんどん、ね、ネタも考えてやるし、そうそう、だから俺からしたら中地はもうわかる？もう漫才とコントをやってほしいって俺の中でもあったんですよ。そうそうそう。そう俺の中でもあって、でもしかしてこれをね、俺がもしかして強引に中地を誘って、うん、俺のまた俺のこのやりたいことやって、で中地がそれに興味わかん状態でまたやってたら、中地もしかしたらまたね、あのダメ中地に戻るかもしれないってあるし、まあ、漫才とコントと、まあ、今のね事務所の、まあ、うん、中地はお笑い芸人といるのが幸せっていうのはあるさ。そうっすね。正直。うん、ゴミどもに囲まれるのが幸せなのでそうっていうのはありまして、はい、僕はもうあじゃあ本当は中地ともちろんね夢目指したいってあるんですよ、うん、僕の目標ね、けどそれよりもぶっちゃけあの頃の中地に比べて今の中地がめっちゃ良くなってるし、人として、ね、なお前も自分で感じるし、うん、まあ、お前の親もそれ感じてるから多分応援してくれてるのもあるし、うん、そうそうそう、だから俺は中地に漫才でコントしてほしいっていうのがありまして、まあだからもうまあ泣く泣くね、うん、うん、
まあその方がいいんじゃないかっていうことで、そうそうそう、まあ、中地も同じ気持ちだしね。うん、コウタに、コウタはもっとその自分のでしょ。うん、俺上のはないの？そうそう、俺の。え、何？俺上の気持ちはないの？俺の気持ち。今俺ばっかり中地のこと言って、俺。ああ、まあまあ、だからまあだからね、本当に何も何もなく、ただ酸素を吸って二酸化炭素を吐くだけの生活だったんですけど、はいはい、だから本当コウタのおかげでね、事務所も入れたし。ちゃうちゃうちゃう、なんか俺頑張ってほしいみたいな。なんで言わすばや。言わしてモチベーションになるこれ。ないわないわないわ、俺を。まあ頑張って。なんでよや。今解散するぞ。単独の前に。今。あ、まあ、なんでそういう理由だから本当にね、うん、喧嘩とかじゃないんですよ別に、うん、本当にね、うん、まあ難しいっすよね、はい、あ、みーすけさんコンティニューコインありがとうございます。あと2枚ぐらいもらえたらありがたいです、ね、なんか本当にだから方向性の違いって言えば方向性の違いだけど、うん、なんか俺なんか音楽のアーティストが方向性の違いって言った時に、うん、絶対仲悪いわと思ってたんだけど、うん、自分が今なってみて、あ、うん、こういうことなのかなってあるよね。全然あ、そういうことなのかなっていう、うん、あるよね。なんかなんて言うんだろうな、ま、みんなコンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。まあそういうことだね。うん、まあ簡単に伝えましたけども、はいはいはい、はい、まあ、こういう経緯があっての、はい、KY デンジャラスが今月で解散と、そうなんですよね、いう形になります。まあだからちょっとまあね、いろいろなんかね難しいんだよね。うん、だぶっちゃけ KY デンジャラスは、まあ、沖縄レベルではね、一応は、まあ、今からどんどん決まりそうなのもあったさ、一応はね、うんうん、あったから、まあ、あれなんですけど、そうなんですよ。ヨナミネさんから、解散するって知った時は本当に衝撃的でした。でね、僕がどこの誰かも知らない人と発注した時ぐらい衝撃。知らんわ。めっちゃ衝撃的じゃない。何の話やねん。だってヨナミネさん童貞だよ。そうか。相当な衝撃だよ。衝撃だ、確かに。わかりやすい。確かに相当衝撃走ったんですね。うん、コウタさんから、だから3月31日楽しみです、集大成。そうなんですよ、だから解散の、まあ、僕たちの集大成を見せるということで3月31日今月ですね、うん、沖縄市にあるミュージックタウン音市場で、はい、ちょっと1000人規模のちょっと解散ライブをしますので、うん、ぜひぜひ来てほしいですね。まあ、最初にも言ったんですけど、コウタのツイッターのアカウントとか僕のツイッターのアカウントとか、はいはいはい、事務所にも問い合わせできるので、名前と予約枚数をちょっと予約していただければ見に来れますので、うん、来てほしいね。結構いい感じじゃない？いい感じだね。いろいろ今、まあ、ライブに向かってね、まあ、作業進めてるんですけど、なんかね、まあ、いい感じに進んでるんですけど、なんか KY デンジャラスこの2時間いたら、うん、多分 KY デンジャラスが本当に大好きになるよね。うん、多分5年間を僕たちの5年間をもうギュッと2時間に凝縮したやつ、うん、本当にそうなんだよ。薄くはない。いや5年間じゃねえよお前、生まれてからだよ。あ、そうだ。20年間だよ。そう、僕たちの、まあ、生まれてからの、まあ、そうそう、どんな子供だったとか、まあ、幼少期とか、うん、まあ、だから、まあ、NHK の、うん、まあ、ドキュメンタリーと思ったらいいですね、うん、一本の、まあ、もちろんお笑いもありますし、漫才して、うん、めっちゃ楽しいと思うんでね、うん、あと入り口で博物館みたいなことですよ。需要がない。これで、ね、誰が見たいねん。これで、ね、いや本当に博物館するんで、勝手な自己満なんで、ね、うん、だから当時俺たちが高校1年生の頃初めてネタ合わせした時のノート帳とか持ってるでしょ。そうとかもう見せるから、うん、うん、初めて出た時のライブのチケットとか、うん、半券とかなんかそういうわけのわからんも、中地の湿ったうんこのついたパンティーとか置いてるんでね。はい、まあまあなんか、うん、なんか夢だったんですよ。自分の銅像とか建てたいじゃないですか。理想はね。でもそれできないから、まあ、なんか博物館チックになんかいろいろ物飾るんで、うん、3月31日あと映像もあるしね、はい、映像とかも結構、あ、ウチナーヒューマンとかもやるんでね。ウチナーヒューマンもやりますね。やりますし、まあいろ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 やるんで、うん、かなり絶対楽しいと思うんでね。エンターテインメント性にもうかなりいい感じのライブ、うん、ラスト泣くかな。でも俺だってステージにいて、うん、あれだかね、演じてるっていうかこのあれしてる側だから、そう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 、届けてる側が泣くあれないね、俺ら余裕はないけど、うん、泣いた方がかっこよくないでも。あ、これ言ったらやばいな、これ言ったら泣けなくなる、どうしよう。中津さん、違う違う、そういうことだ、言ったらそれ、あ、中津さん泣いたらかっこよくないって言ってたから泣いてるんだってなるやし。あー、やばいやばい、言わんければよかった。いやでも、ぶっちゃけ俺が泣くのは、俺って別によく泣くしいいけど、うん、お前が泣いたらビビるやつ。ちょっとかっこいいよね。いや、かっこよく、かっこよくはない、引くの、引くっていうかなんか怖いやつさ。嘘、お前だって人生で最初に泣いたの赤ちゃんの時でしょ。赤ちゃんの時。
オンギャー以来泣いてないでしょ。うん、次、うん、ないかな。ないかな。あ、お前浮気バレた時泣いてん、やめれや。やめれ、うん、そういう話じゃない。でも中地のね、そうなんですよ、まあ、僕の今後の話とすると、僕は今後夏に東京に行って、まあ、僕あれなんですよ、なんとなくエンターテイナーとかじゃないんですよ、僕の中でも明確にあるんですよ、うん、これをやるっていうのがあって、うん、前からね、だいぶ前からこれっていうのがあって、うん、それのためにこの半年間僕は、うん、ツイッターがあんま更新してなかったのそれなんですよ、うん、バイトめっちゃしてお金貯めつつ、その夢に向かって、まあ、スクールみたいなとこ行ったりとか、うん、そういうなんかとか、お笑いの表現なんで、もちろんお笑い芸人ではないんですけど、お笑いを届けるっていうあれなんで、うん、まあ、ちゃんとそういうのもや勉強もしてますし、そうなんですよね、いろいろやってて、で中地も中地でね、はい、まだまあ詳細は言えないですけど、はい、ちょっと新しいお笑いプロジェクトを進めているので、はい、いつになるんだろうか分からないですけど、まあ言っちゃうもん、言っちゃうもん、ラジオだけ言っていいんじゃない、もういや名前はダメだよ。あ、まあそうだよね、うん、あ、うん、でもそれぐらいだったらいいんじゃん、名前言わなければ、うん、一応中地は、はい、新しい人とコンビを組みますって言ったらなんか変ななんですけど、はい、これは僕が勧めたぐらいです。そうそうそう、逆にコータが仲介になってくれて、そう、俺がもう組んでほしかった、うん、ぶっちゃけ KY デンジャラス面白いんじゃないかなって僕は思いますよ、本当に僕は思いますね。いつになるのか分かんないですけど、多分まあ7月なのかな、まあまあまあ7月ぐらいですかね、遅くて7月、うん、ユナミネヒロキさんから元氏、違います、違います、絶対違います、俺が元氏を勧めるはずがない、はい、元氏勧めるぐらいだったら俺もう一回コンビ組む俺夢諦めてコンビもう一回組む、めっちゃディスるやし、めっちゃディスるやし、やば。いやでも本当にね、まあまあまあ、とりあえず解散した後もまあ頑張るんで、それぞれね、いやだから俺もね、だからその俺もだからゲストとか出させてよ、だから、ああもちろんね、うん、どっちかってだから本当に本当に前向きなやつですよ、うん、全然全然、だってカップルじゃないんですから僕たちは、全然余裕っすね、はい、カップルは別れたら終わりですけど、うん、別にコンビって解散したら別にラジオ出るし、何でもできる、共演もできるし、何でもなりますし、なんならあれっすよ、うん、披露宴とか皆さん結婚式するなら、うん、競馬ディナースいいっすよ、余興で、ああいいね、5万ぐらい取りますけど、結構取るねやります、漫才結構取るね、1、2分、1、2分、5万、やば、はい、1、2分、レノンちゃん楽しみということで、まあまあいい報告ができるように頑張るんですけど、はい、まあみんな知ってる人なんでね、あーそうだ、みんな確実に知ってる人だ、みんな知ってる人とコンビ組みます、いいFEC の人ではないです。FEC の人ではないです、はい。それがおもろいよな。うん、自分お笑い、今お笑い芸人じゃないです。とりあえずでも、だからこれ、言ったら、まあね、誰かに怒られるかもしれないから、とりあえずツイッターには書かないで、みんな。あ、ほんと、ツイッター書かないでください、皆さん。中地が新しいコンビ。まあ、みんなが知ってるような人とコンビを組む予定で、まあ、いろいろ今進めてるんで。あ、待て、やばい。まあ、今コメントで予想があっても、じゃあ俺らはノーコメント。あ、だから、予想しないで。うん、元氏ではないからな。元氏ではないですから。まあ、じゃあ、じゃあ予想したらないでしょうね。うん。うん、本当に楽しいんだよね、うん、本当に、うん、デコボコとトリオになるのかなしんどいなぁ、ちょ、マジでファン切れると思うよデコボコにお仏を入れるな、いやいや、お仏言うなよ、お仏言うなよ、外来種だからな、デコボコになるから、本当にブラックバスかやシュプリームさん、マラソン一緒に走った人、あー、セブンウップスのマイコさんなわけねえだろじゃないっすよ、もう別の人とコンビ組んでるから、みんな結構衝撃かもしれないですね、うん、本当に僕たち、僕だと KY ディナースより面白くなるかなと思いますね、まあ、ハードル上がる、まあ、いい意味で、でもいい意味で違う感じだよね、うんうんうん、なんか雰囲気が全然ガラッと変わります、うん、でもよかったそいつでね、だからコータ、新コンビが俺と似てたらどうしようっていう、コータと解散したらどうしようかなみたいな、ずっと、まあ、ピンでやるのかなみたいな知ってた時に、うん、コータからお前あいつと組んだらみたいな、いやだからあいつも組みたいって言ってたよみたいな仲介をしてくれたんで、そうそうそう、僕からちょっともう、あ、めっさ、誘いやすい状況を作ってくれて、それでそうなんですよ、まあ、組もうかみたいな、そう、だからコンビ名俺が決めるからな、あんだけ聞いてていい、あんだけ今の、今パッと思い浮かぶの、KM デンジャラス、ちょっと待って、これ本当にひどい、これやば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 い、これ本当にひどい、本当面白くないやつだ、うん、今の、本当にでもね、うん、お前あるの、お前の中でコンビ名あちょっと考えて、なんか、いやでもでなんか事務所で中っちはあの芸名作った方がいいよみたいな、あ、まあ、ね、コンビにするにしても、ピンにするにしても、うん、なるほど、中っちってあれが、うん、カチカチナカチって言われた、待って、もともと元しやしや、だから雰囲気、アキラさんがね、じゃあちょっと、実は今日ですね、
KY デンジャラス改め中地の新しい相方が今日は、来ております。いや来てないよ、コウタさん。コウタくんじゃない。コウタさんどうぞ。コウタくんダメ。コウタさんごめんなさい。コウタさん嫌です。コウタが KY デンジャラスを抜け、コウタが入ります。おい結果 KY デンジャラス変わらないよ。本当に誤解なら本当に誤解なら本当に誤解なる、うん、誤解なるからまあそれ嘘ですけどね、はい、ありがとうコウタくん。いやいやいや、うん、いや嫌です嫌ですしてるけど、うん、こっちも嫌ですから。なんでずっこけてずっこけてずっこけてた。すごい芸人。ツッコミうまいですからね本当に。俺より全然うまいから。面白いよ本当に。ギョーテンさん、ハイアプロも解散になるんですか？あこれはまだ、まあまあ、なんか、まあ、その辺はね、あのこのあのデンジャラスナイトとか、はい、くも字でやってるラジオとか、まあその辺はまあまたおいおい。もうぶっちゃけ僕が卒業するだけです。本当に変わらないです。何も、うん、何も変わらないです。はい。まあ一通り話したんですけども、なんか質問とかあればじゃあ質問とか、ね、皆さん質問あれば、はい、お願いします。キャンさんとか質問とかあります？逆にちょっと最初にじゃあキャンさんにもねお世話になってるお気持ちとか、キャンさんなんですけど、キャンさんに俺も何回もお伝えをしたんですよ、うん、このラジオ終わりに、はい、何回もお伝えをしたんですけどちょっとチキッてしたわかる、うん、明日ってお二人で言って、うんうん、あ来週今日言えんかったなって二人で反省して、事務所的にもちょっと言いづらかったっていうのが、いやでもぶっちゃけキャンさん全然言えたけど、うん、全然言いたかった、来週思ってたら今日になってしまいました。一応今日パタパタしてたからあんま反応できてないですけど、はい、ガチでびっくりしますからね。あやっぱびっくりした、ぐらいの。そうですよね。普通に考えてぐらいの。なんか僕たちも中では別にだったんです。だから半年前に解散決まった、そうそうそう、話し合ったこの1週間ぐらいはめちゃくちゃ僕たちもだったんですよ、はいはい、うん、まさか KY 関西するとあの2人の中でそんなだったんですけど、うんうん、1週間だってで解散って決まってあと別に半年間ぐらいは俺らも忘れてたんですよ、逆に3月解散っていうの別にね、そんぐらいだったんですよ。だからもうね解散決まってまあ半年ぐらい経ってるんで、まあでツイッターとかでは解散発表昨日一昨日か一昨日ぐらいにやってるんですけど、だから思ったより反応来たのが多い、めっちゃビビった。逆にびっくりしたよな、めっちゃビビった。反応ないと思ってた、俺らがもう慣れてしまった。そんなありがたいんですけど、だから友達にも言えんかったのかな、友達も言えてんかったから本当にね、うん、ツイッター越しで伝える KY チャンネルのメンバーぐらいしか言えなくてな、うん、まあだからそうそう、俺だからそれが申し訳なさすぎて、うん、LINE 友達俺今530人がいるんですけど、うん、全員に送ったからもう今通知見るパッて LINE の待ってよ、うん、うわーえぐ今92来てる。やば返信が。でもこれ実は俺2日間ずっともう開くたびに返信して返信してゼロにしてまたブワー30、40来てっていうのの組あれですよ、積み重ねで。ああ、シュプリームさんもしかして変算、変算でもないです。え、そういったらどんどんかけられてる。あ、いやそうだねそうだね、やめやめ、もうないでしょ、はいはいはい、うん、いやでも本当にね、うん、面白いんでね、はい、ぜひ中地送ったらいい、みんなに。あーまあもう身内だけだね今。奥田一郎首里東ともう仲いい友達、まあもうでもみんなに送ってね、うん、送りましょう、やっていきましょう。まあじゃあ一旦曲いきましょうか、曲大丈夫ですか？はい大丈夫、それでは DJ ユンボーセレクション、松任谷由実さんで卒業写真。嬉しいんですけど来たら来たで結構暇そうっていう、ね、あ、小田さんが休憩時間だけちょっとじゃあファンのちょっとお声を聞きましょうか、生ファンのコウタ君。コウタさん、コウタ君、あ、中地、開ける繋げちゃって大丈夫？あ、はい、大丈夫。あ、でも今この間はあ、そうか、スイキャスだからコウタ君、そのまま入ります。これ、そのまま CM 入れることもできます？はい、大丈夫。あ、じゃあ CM そのまま入れようか、お願いします、すいません。コウタさん、コウタさん、じゃあちょっとコウタさんのガチ意見を。じゃあコウタさん、どうでした？ KY 解散ってツイッターしましたよ、もちろん。ちょっと、申し訳ない、間違いないです。トイレかい。コウタコウタで、はい、じゃあコウタコウタでちょっとどう思いました？前田みたいに言うな。あーすげえ、これ、ね、どう思いました？まあ正直やっぱり最初はびっくりしましたよ。やっぱそうっすよね。私もそうっすよね。だって KY デンジャラスってまあこんなの言うのはあれだけど、はい、影響力もちょっと高い方なんじゃないですか。影響力、影響力、影響力、あ、まあ、まあ、沖縄ではやっぱり、うん、結構なんか私が知らない方も知ってる方、嬉しい、いるみたいで、まあ若者中心ですけど、まあまあ、いい、マークでいいわ、マークでいいわ、まあ、誰が大人は誰も知らないよ。まあまあそうそう、本当にそうそう、でも本当に大人とかそんなに知ってますよ。だから
もうびっくりしたんですけど、はい、でもコウタはコウタくんはまあいつかこうなるかとは思ったりはしました。すごい、その何未来読む力、結構なんかエンターテイナー目指してるって前々からジャスティン・ビーバーとか目指せるとか言ってるから、やっぱりまあ一応ね、まあ、ジャスティン・ビーバー目指すっていうのは、ね、そういうかっこいい感じを目指してるわけじゃないですけど、もちろんそれはね、ちゃんとお笑い、まあ、目標の人物みたいな、まあまあまあ、そうですね。だから多分いつかはこうなるかは思います。ああ、一応思ってたんです、ね、うん、あ、すごい、コウタさんすごいな、うん、これちょっとおもろいのがさ、なんか俺、芸人からのいじりで、ああだから、コウタいつ東京行くわとか、はいはいはい、コウタいつお笑いやめたい、コウタって漫才やめるんだっけ、やめないですやめないですみたいなこと言って やってやん、はいはい、なんか今変なジャックもうガチになっちゃったから、あまあ、笑えないやつになってしまってる。ダブルコウタのツナおい、どうせストーリーやろお前。これ嬉しい、コウタそういう、まあでもなんか予想は知ったらしいよ、予想は、いつかはコウタくんがそう言ってたから、なんかいじりとかなんか、あ、漫才とコントもしかしたらやらないかもしれないっていうのは思っちゃう。でも漫才とコントでもめっちゃかっこいいよね、うん、ね、コウタくんが今予想する他に解散しそうな芸人とかいる？解散しそう、誰も知らんやろ、もうそれ私では判断できないです、それは。だいたい FEC でじゃん。 FEC？ だいたいです、予想で、うん、FEC、クーター進化とか結構だから、結構ガチな、そうだ、的を得てるからさ、仲いいんだけど、なんか、うん、港くんちょっと、まあ、バックがすごい、すごい、ちゃんとすごいな、ちょっとすごいな、いや、大差しないですけど、しないけど、なんかでもちょっと、的を得てる気がするな。大差他にはあと一組じゃん、まあ、で、ここは、まあ、同級生だと、ちょっとね、あれだと、高校の同級生だとわかんないけど、うん、まあ、ちょっと、なんか、同級生じゃない人とか同じ人じゃなくて、あの違うところで出会った人は、うん、そう傾向がなりやすいかも。ああ確かに、うん、僕の進化同級生ですよ、中学校。まだけど、あ、それとは違う、それとはまた違う別の理由でありそうな気はする。すごいすごい、クーター進化の場合はすごいな、コンビ解散表でも、まあやっぱり年の離れたりちょっと離れたりとかはちょっと仲いいけど、まあちょっと食い違いとかありそうな気がする。まあ KY デンジャーズとかは友達だから、まあ僕たちぶっちゃけどう仲いい方じゃん、どっちかというと、うん、どっちかというとプライベートの話もよくしますよ、うん、僕が一方的に話しかけてますけど、あ、そうなんです、大体女絡みっすね確かに面白い、俺が9しゃべって、うん、あ、俺が 9.5 しゃべって中地が 0.5 ちょいってしゃべって俺が 9.5 しゃべるみたいな、うんで、コウタとメガネの子親は同じ時期に卒業。おい、言うな、それそれ言うな、言うな、言うな一応、ね、ちょうどね。嫌だ、それ。嫌だ、それって言うのダメだけど。笑顔こうしてもらって。ちょっと嫌なんだよな。笑顔しかも、住む町一緒なんですよ。らしいね。偶然。東京で。笑う。まさかのと。会えるかもしれないね、じゃあ。でも嬉しいっすね、メガネ。応援してほしいな、みんな。両方、お互いね、別。まあ、お笑いだけど、また。同じ東京行く方として頑張ってほしいな。コウタさんあれっすけど、こう僕、KY 解散した後、うん、一応コウタさんが入ったら本当に KY デンジャラスってそのままね、これいけるんですけど、まあでも私は KY デンジャラス一応目指してはないので、お笑いは今のところ今のところちょっと今はちょっと中っちとどうなんですか、漫才とかはどう、面白くなりそうだけど、あ、コウタさんがやってれば面白くないですよ、もっちょまあ、なりそうだけど、やっぱり私はちょっとそういう力量がないから、いや、コウタさんありますって。あ、じゃあもうそのままちょっとコウタさんと何か漫才しよう、じゃあちょっとじゃあマイク後で調整しましょうね。あ、そうっすね、いいんですか、そのまま。じゃあちょっと CM の後、じゃあちょっと中地とコウタさんに、じゃあちょっと1分だけ漫才してもらって、コウタさん、じゃあまたありがとうございました。なるほど、はい、10秒前。コウタさんってほんとツッコミやで、お前ちゃんと前にあの知ってるから、教科書、お笑いの教科書ガチでね。10秒前。いい、あんまり。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。
はい、ということで、はい、ちょっとコウタさんと中地の雑誌即興漫才を1分間ぐらいちょっと見ていただきましょうか。本当にあるの？コウタさんがでもちょっとコウタ君いける？コウタさんがちょっとやる気満々っていうね。やる気満々とは言ってないよ。じゃあちょっとじゃあ僕いいの？僕がじゃあちょっとこっち来るんで。じゃあそれでは、新コンビちょっと、誤解する人もいるかもしれないんで先に言っときますけど新コンビではないです、はい、新コンビではないです今見に来た人、はい、マジそう思うなファンの方ですコンビではありません、政治的な、はい、それでは、はい、KY デンジャラスです、どうぞいつかー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 どうもー KY デンジャラスです、よろしくお願いします。いやもうホワイトデーですけども、あ近いですね。コウタくんは誰かにお返しとかするのかな、はい、はい、やっぱりですね、やっぱり女の子にやっぱ返そうと思ってね、おいいですね。わあ、やっぱでもコウタくんはねモテるから。はい、いや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 、そんなことないですよ。お返しとか、はい、ねトラック3台分とかあるんじゃない？お、いや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 、こんなにでっかいのを持っても。吐きそう。おい、終了。はい、全然打ち合わせしてないよ。吐きそう。だからもう、とっても吐きそう。吐きそう言うな。ありがとう、コウタくん。いやー、はい、ということで僕も、東京で安心して寝ますです安心してね、今の安心できる、はい、KYDです。今後も応援よろしくお願いします。すごいな。いやだからコンビ組まないですからね。あ、そうですね、コウタさん、皆さん勘違いしててください。ありがとう、コウタくん。コウタさん、今からも応援ね、今後もよろしくお願いします。ありがとう。はい、でも後で帰るのか一緒に、お前二人乗りでね。二人乗り。確かに面白いね。ラジオを見に来てくれた人とラジオパーソナリティが一緒に帰るんで帰るっていうね。バイクで二ケツで帰ると面白い光景であるね。一発ユーミンさん、コウタさんやっぱり FEC 入ってリアルにコンビ組んだ。あ確かに。元氏さんとコウタさん、コウタさん、コウタさん、元氏さんはコンビどうすか？OK？ 終わる目指してない。そもそも。まあまあ、そもそもそうですよね、うん、ということでのくせにさっきの1分即興漫才は結構やる気満々確かに、うん、だいぶまんまなんですね。ツッコミに回るのかボケに回るのか僕も様子見探り合ってたよな、うん、まあということで、ね、ただのおしゃべりでしたけど、まあ、今後のあれで言うと、まあ、シェアハウスが終わっちゃいますね。はい、3月いっぱい。ちょ、俺寂しい、それも寂しいな。シェアハウスね、KYデンジャラス終わるのも寂しいけど、うん、シェアハウスは、まあこれはぶっちゃけ僕が東京行くから終わるとかじゃないんですよ、ぶっちゃけ。ああ、まあ、まあそれぞれ理由がありまして、ああなんとなくやっぱみんなシェアハウスね、うん、まあぶっちゃけお金の事情が一番大きいんですけど、ああ、やっぱ結構ねシェアハウスはお金が高くてですね、ああ家賃代とかやっぱみんな実家にね暮らせないとお金的にのもありましてですね、ああ学生もいますからね。そう、帰りとかデコボコの帰りは学生ですし、ああ、まあそういうのもありまして、うん、そうそうそう、そういうのもありまして、まあじゃあコウタが、まあ、KY をね解散するこの日をきっかけに、じゃあもうね、シェアハウス終わるのもちょっと悲しいな。シェアハウスなくなる。俺一回もギノワンのあの家でセックスしてないもん。手すんなよ変山死にしてるぞあいつラブホテルだから。だろ、お前も知ってたよ、ね、俺も知ってた俺も知ってたけど、ね、やばいな。いやでも本当にね、シェアハウス AK シェアハウスがね3月31でシェアハウスも終わり、はい、そしてですね KY チャンネルがです、はい、終わります。これが寂しいね。ああ、これ寂しいな。 KY チャンネルも終わります。いやでもなんかね、 KY チャンネルもぶっちゃけ、まあ、一見 KY デンジャラスが解散するから終わるみたいだけど、ああこれも実はそうでもないんですよ、うんうんうん、実はそうじゃなくて、うん、まあ、KY チャンネルメンバーがいましてですね、うん、まあ、もちろん KY デンジャラスが解散するとありますけど、うん、まあ、その中の一人が東京に行ったりとか、あ、二人いるね、一人東京、そうだね、一人神戸に4月から行きますし、うん、まあ、デコボコも、え、神戸に誰行くの、え、慎太郎、ああ、ああ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、まあ、で、ありますし、うん、まあ、デコボコもですね、うん、まあ、ぶっちゃけまあ事務所的にもやっぱり今後 CM とかね、うん、ちょっと忙しいみたいなんで、忙しいし、ありがたいことに CM とか決まるなら忙しいっぽいんすよ、デコボコも、うん、あとまあ CM とか決まったらさ、うん、例えばアナルなんとかとかもできなくなってくるし、うん、でまあ難しいんだけどね、そのあれが、うん、まあ両方はちょっとまだ未練がある感じだけど、うん、まあ帰りとかは特に帰りは大学もありますしね、うん、忙しいのもあるし、はい、レノンちゃん動画は残りますかって、まあ もちろん残ります、これ残るのいいね、嬉しいね、残るのよかったわ。どうこれ、いつか後悔すると思う、
30歳とかで。いやでも俺結構自分が出てる動画とか見ないんだけど、うん、YouTube の動画とか、うんうんうん、自分が出てたりとか、はいはいはい、結構再生回数多いやつとかもあんまり見ないんだけど、うん、最近ちょっと見るようにしてる。どういうこと見るようにしてる？寂しいから、だから。あ、そういうことね。ちょっと寂しいよね。あ、なんか悲しいな。まあ、青春だよね俺らの中で、あの日々は。卒業アルバムをめくる感じ、うん、そう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 、うん、毎日投稿は本当に俺らの中ではサブちゃんも、うん、今日はちでも思い出だし俺ら高校1年生からしてるからね。そうですよ、シュリが小学校っていう、はい、前チャンネルから始めた。高校1年生からやってますから。デコボコトラベリング、日賀亮斗から未練たらたらです。亮斗はずっともうね、はい、でも亮斗は亮斗の個人チャンネルをね、作ったり、まあ、まだ分かんないですけど、両党両党でツイッター動画もねいっぱいあげますし、皆さんぜひね両党フォローしてね、はい、両党応援もお願いします。はい、お願いします。頑張ってますからね。難しいんだよね、だからこのね、難しいのが20歳って年齢って、ぶっちゃけいろいろこのなんていうかな、迷う時期なんだよね。この方向性が決まる時期なんだよ。そうですね、本当に、うん、俺たちの人いっぱいない？だから20歳の年齢って急に留学行ったりする人も多いんですよ。多いっすね、多いさ、身内も、うん、多い。19から21にかけてやっぱりそういう曲さすがキャンさん、 DJ キャンさん、ケツメイシの曲がそういう Life is beautiful ですね。 いいですね、いい曲。本当に二十歳って年齢本当にそうじゃん、うん、方向性がね。 YouTube、うん、俺ら KY チャンネルメンバーもそうなんですけど、はい、みんなそれぞれの道にね今二十歳になって、まあ、次21ですか、進んでいってますしですね、はい、KY デンジャラスもね、はい、ちょっといろんな道に進んでいってですね、まあ、そういう時期ですよ、はい、大学生もみんな多分ね迷うでしょ、話になったら ね専門学生とかはもう辞めたりする人もいっぱいいるし、辞めたりする人もいますし、本当にこの道でいいのかなっていうね、うん、そういう時期でもあるんで、はいはい、まあ、まあ、同じ気持ちなのは僕たちだけじゃないかなと思いますね、うん、多分そういう、ただコンビ、うん、お笑いっていう形なだけであって他の人は勉強だったりとか、うん、夢だったりとかいろいろね今あると思うんで、まあ、寂しい反面ワクワクもあるよね、うん、そうなんですよね、うん、ワクワク、まあ、新しい挑戦ですし、うん、ワクワクもありますし、はい、でも本当に中地とはまあね、僕も遊んだりはしたい、うん、俺はしたいんだけど、うん、中地は お酒飲みに連れてってお前死ねや、絶対やだよ。中地とお酒飲むの絶対やだよ、酒癖悪すぎるから本当に。中地はね酒癖悪いんで僕は絶対飲みたくないです。あのコータさ、はい、おごり癖あるさ、おごり癖っていうか、俺なんか、うん、だから両都とかにちょくちょく、あ、おごるよ、めっちゃおごる。俺一回もおごってもらったことないなっていうのが俺最近気づいて、なんかよく最強食堂とかおごってるイメージがあって、俺よくおごるわ、変山とかおごるよよく、うん、うん、デコボコ両都とか、うん、帰りもおごる、俺一回もないなあ、っていう。あ、違う、俺あるよ、や、おごったことや。ない、お前が、来て、黙れ、お前がお金ない時に、うん、お前がお金ないって言って、うん、お腹すいたって言って、うん、俺が、あれど、お前にカツ丼かなんかコンビニの弁当をお前投げたんと。あ、全然覚えてない。なんでよ、えいや、それ、でもそれぐらいでしょ、今解散するなんでよや全然覚えてねえわ。いや、本当にでもね、だからもう本当申し訳ないのが、うん、俺ら自体はだからね、まあ、悲しくないって言ったら、まあ、嘘になるけど悲しいは悲しいけど、はい、今もう前向きに進んでるんですけど、はい、みんなからしたらだからやっぱりみんなはね、K-1 デンジャラス応援してくれてたから、はい、やっぱみんな裏切ったっていう思いがね相当強いですね、本当に強い、これは、うん、レノンちゃんさっきもねコメントしてくれたんですけど、はい、レノンちゃんがね、なんか申し訳ないですね、メッセージくれて、うん、そう、あれか高校生の、あ、2年ぐらい、3年前ぐらい前応援してくれたって言った、はい、そういうの思い出したらめっちゃ申し訳なくなって、やっぱり、はい、そう、KY での応援してくれてね、でもその申し訳なさが本当にあるんで僕たち、はい、その謝罪とあと感謝の気持ちをね一人一人本当に伝えたいんですよ、うん、なんもう3月31日に、うん、まあ、告知になっちゃいますけど、まあ、本当にで僕たち、まあ、舞台ねメインだけど、うん、舞台終わった後にロビーでねちょっと1000人僕たち呼ぶ予定なんですけど、はい、全員と握手をして全員とね、はい、こう感謝の気持ちを伝えたいと思います、はい、最初に俺たちねちょっとこう舞台終わった後に、うん、ロビーに出てきてお客さんとこう握手かしないのが、うん、ちょっとなんかスターじゃんみたいな、はいはい、かっこいいんじゃんって2人の中では、はいはい、次回からライブする時、ね、単独する時そうしようって話は高校生からしてたんですけど、はい、もう今回もそれどころじゃないですよ、そういうのじゃないもん、はい、みんなに感謝を本当に伝えたいっていうのがある。あ、ギャンブラー、いやもうだからこのコメント見てちょっと俺涙出そうですよ。ギャンブラーはね、笑顔甲子園っていうね、はい、内地のお笑い大会がありまして、まあね、あの僕たちが優勝した時にね、はい、ギャンブラー準優勝したんですけど、はいはい、本当に面白くて、面白い、ぶっちゃけねネタが俺らが沖縄ネタをしたからちょっと優勝したような感じだけど、もうプライベートマジギャンブラーめっちゃおもろい、大阪の人なんですけど関西の人なんですけど、はい、めっちゃ前もうレベル高いですね。高校3年生と19歳の時に2回しか会ってないですけど、あ、来てほしかったな、サンクさんにしてもね、遠いからね沖縄でね、まあまあでも配信とかできたらいいね。そうですね、うん、配信とか、まあまあとりあえず3月31日に全部ぶつけるんで、はい、
もしよかったら遊びに来てください。早めにご予約お願いします。ということでデンジャラスナイトももう残り何回ですか。今日抜いて3回、3回、はい、3回しかないのか。全部聞いてください皆さん、お願いします。結構ねで、うん、まあ、僕たちの初レギュラーと言って初レギュラーですか。本当にそうなんだよ、めっちゃ嬉しい。ラジオ局楽しかったんだよ、ね、に関してはありがとうございます。キャンさん本当に、あ、もう米宮さんもね、僕たちの元祖、はい、AD、ディレクターミキサーさんですから、はい、本当にね、ありがとうございます本当に、はい、感謝です。そしてね、応援してくれてる皆さんも本当にいつもありがとうございます。あ、最後シュプリームさん、形あるものは必ずなくなるもんだけど、目には見えない二人の絆とファンの思いは永遠のものだ。いや、かっこいいな、おいシュプリームさんがそういうこと言うな。なんて言うの。まあね、確かにずっと下ネタしか言わないシュプリームさんがこんなこと言われたらちょっとびっくりするよね。あとユーミンさん、ありがとうございます、はい、まだ若いからね、いくらでも回り道があるからね、はい、ありがとうございます本当に、はいはい、謝罪はしなくていいよ、感謝だけすればいいです。ありがとうございます本当に、ありがとうございます。マジで僕たち感謝してるんで本当にね、はい、ぜひ31日直接感謝を伝えさせてください。よろしくお願いします。本当に皆さん感謝感謝です。最低かや。どうもありがとうございました。以上 KY デンジャラスのデンジャラスサイトでした。ありがとうございました。また来週も聞いて、あと3回だけ。イエー。あとお前今後もだろ。あ、そうだ、ありがとうございました。ちなみに今ですね、はい、嘘です、はい、あの僕の元にある方からコメントが来てます。うわっ、これは何の形式で、メールでですか。えっ、ハヤプロなくなるの。え、誰か誰か誰か、グル君マスクさんからです。まあまあまあ、今聞いてるって笑った笑った、まあまあまあ、いや、ハヤプロあります、ハヤプロありますよ皆さん。そしてコウタくんにどうしてもプロレス見てもらいたかったと。ああ、でもコウタくん一回見てほしいですけどね。コウタくん、俺でしょ。あ、そうそうそう。あ、こっち、なんであっちの前おかしいだね。なんであっちにグルグルさんが。そうってないのに。そう、俺がだからそんな本当に用事があってこれだったのに。ここじゃあ、俺沖縄プロレス見たことあるんですよ。あ、だからプライベートで行ってるんですよ。富城で。おお。それ伝えといてください。あ、でも聞いてくれてるのかな。僕見ましたよ、あの全日ですか、なんていうんだっけ、富城で半年ぐらい前やったやつで、俺で琉球ドラゴンプレス見て、めっちゃおもろかった、マジエンターテインメントやつ、いや、ほんと、ほんと面白い、めっちゃレベルだから、うん、お笑いはほんとに。ギャンバラザキ君、2人とも大阪来てください、リベンジもあるので、ザキ君、負けるか嫌です。なんて、いや、ほんとにでも面白いから、ギャンバラ、私大阪の、ほんとに関西人すごい、関西人は勝てない、勝てだから関西人に、だからギャンブラーとかあの辺ね、後輩とかもいたけど、みんな面白いさ、例えツッコミするし、もうツッコミがもうなんでやねんって、最強さ、うん、あれに勝てないから、俺らがしたのは、とりあえず脱ぐことって、とりあえず脱ぐ、うん、脱ぐっていいよね、ね、原点、原点だよね、原点であり、頂点。俺、さっきドキュメンタリー見たんだけど、うん、松本人志の、はいはい、アマゾンのドキュメンタリー見たんだけど、DVD 借りて、笑わし合いのやつね、そうそうそう、笑ったらダメ、ダメなやつ、うん、見たんだけど、あれだね、やっぱにお笑い芸人というか、やっぱ人間って、うん、やっぱ最終的に行き着くのは、うん、うん、こしっこちんちん。うん、いやでも、本当でも、本当それが一番シンプルに面白い。うん、まあね、うんこしっこちんちんだよ、うん、あ、ちんこちん、うんこちんこちんこ。うんこお尻ちんちんか、うんこお尻ちんちん、うん、この3つがね、やんなかったお笑い面白いですね、原点。もう僕のエンターテインメントの形もその3つが汚さよやん。やばこの3つが、しかも東京でだ、重大なっていうか、まあ、キーに、すごいな、キーになりますね、すごいな、まあ、この3つを利用してまあゴールデンタイム狙っていくから、ゴールデン無理じゃない、ずっとモザイクで歌あるな、大阪行きたいな、普通に大阪行く、マジで、デカボクリオタも行きたいって言ってたから、マジで4月ぐらいとか行ってから、あとナンバーくるあれ見たくない、これ NGK 行きてー、 NGK めっちゃ憧れてるんですよ、見たい、出たい以前に見たい、見たい、普通に出たいとかじゃないの、見たい、一ファンとして、そう、やっぱ芸人のね、4月行きたいな、4月大阪安いし、安い安い、東京高いのか、ちょっとちょっとね、大阪安いんだよな、ピーチがあるでしょ、うん、あれ6000ぐらいし、ほんと片道、ギャンブラーどこにいるんだっけ、神戸、ギャンブラー出身は、出身神戸でしょ、神戸、ね、兵庫県で、今大学2人とも大阪だっけ、あ、新潟じゃなかったっけ、新潟ではない、あ、ほんと新潟ではない、あ、ザッキ君新潟じゃない、ほんとにでも笑顔こぼしてめっちゃいい経験だったな、うん、なんか、内地ってこんなに広いんだなって思った、ね、うん、田舎の川津だったんだ俺たちって思ったな、日が両とから電話、でももうあと40秒一応しょうがない、はい、両とあと40秒、
30秒。あ、何？え？もしもし、はい。え、電話した？電話した？いや、してない。もういいわ。何やねんこれ。なんだろうこれ。はい。え、あの20秒で。あと20秒。はい。するからややこしくなるからするわするから。皆さんどうもありがとうございました。延長待ってます。めっちゃ恥ずかしい。やっばい。なんか変な見られた気分。僕がですね、ちょっとコウタ君を送らないとよ。おいパーソナリティが見学に来た人を送らついてからラジオ終わる。めっちゃおもろい。それめっちゃおもろいな。やばいな、伝説やんさ。え、でも本当にね、何て言うしかな、何て言うしか、本当にでもライブ来てほしいし、まあ、あと3回か、見てほしい。あと3回。全部見てください、皆さんお願いします。あと3回なんで、本当に。3回なんでね、ぜひ見てください、お願いしますということで。はい、ありがとうございました。じゃあ、お宅送ってきます。バイクで2人乗りでーす。寒そう。これからもよろしくー。